はいいかもね。え早く始まらないかな。アンナさん大丈夫ですか。見た目地味だけど結構激しくない。やばい、まだクラクラするよ。アリサはロボットだから平気でしょ。はい、回転に合わせて首を回していたので平気です。フクロウ飼って、やだ。パンダ、アカベ。はい、水大丈夫？おい、どうした？パンダ？どうしたの、パンダ？クルティ。パンダさん、ミハルさんに嫉妬していたんですね。え？私に？そっか、ミハルと会うの久々だったからな。パンダの相手してなかったかも。ごめんね。パンダの気持ち気づけなくて私も謝るわ。ごめん。はい、水。提案があります。これから4人でサウナに行きませんか。はあ。裸の付き合いは絆を深めるって言いますよね。サウナに入るパンダか、超ウケる。そうと決まれば行きましょう。へえ。全部急げです。